確実に今回の練習でホイッスルに近づくってことはできるので、よくある NG がこんな感じ。まあ一番多いのはでもう詰まっちゃってるっていうね、息全然流せてないっていう。この番組はグラボスポンサーの提供だ。お送りします。いやもう10月か。いやもう気づけば10月ですよ。皆さん本当に10月といえば皆さん何ですか？そう、ホイッスルボイスですよね。この辺の発声のことになりますけれども、まあこんな感じのめちゃくちゃ高い、高音域の発声のことになりますけれども、まあやっぱ8月とかだとやっぱまださすがにちょっとホイッスル早いかなみたいな感じするじゃないですか。で、9月でもまだちょっとさすがにあまり街でも見かけないし、ちょっとまだ早いかなみたいな感じするし、でもまあ10月とかにやっぱなってくるとさ、あ、もう10月かみたいな、気づいたら、もう年末近いじゃんみたいな感じでやっぱホイッスルボイス、出したくなってくるかなって思うんですよね。なので本日はホイッスルボイスについての動画を出していきたいと思います。まあ過去にもね、いろいろな、ホイッスルボイスとかスーパーヘッドボイス、すごい高音の発声についての動画って出してるんですけれども、今日またちょっと別角度からのお話になります。で、前提としてまず、覚えておいていただきたいのが、ホイッスルってまずめちゃくちゃ難しいです。めちゃくちゃ難しい。まずそれは頭に入れといていただきながらご覧いただきたいんですけれども、とはいえ今日の内容はめちゃくちゃ多分参考になると思います。まあ実際にレッスンでやってる内容、必要な人にはやってる内容になりますんで、刺さる人には間違いなく刺さる内容になってると思います。なのでぜひ最後まで見てトライ、挑戦してみてください。こんな感じでこのチャンネルではボイトレ関係、発声関係のお話、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。さあ、まず前置きをお話しさせていただきたいんですけど、これはすごくまず本質的なお話をします。発声とはみたいな、ボイトレとはみたいなちょっとお話なんですけど、ぜひちょっと飛ばさず聞いていただきたいんですけど、なんか例えば今日だったらホイッスルボイスっていう題材があって、この声出したいなみたいな、そういう声があるとするじゃないですか。こういう声出したいっていう目標の声ね、ミックスボイスだったり何でもいいんですけど、でその声に関してのまず出し方っていうものはないと思ってもらいたいですね。基本的にはないです。やり方、出し方、一言で言えるそういうものっていうのはありません。まあ RPG とかと一緒ですよ。強いボスと戦うとして、皆さんまずどうしますか？ステータス上げません？なんかいきなりそのレベル1とか2の状態で戦い挑まなくないですか？まあやっぱ倒せないって分かってるから挑まないじゃないですか。で、今日はそのこれぐらいレベルがあれば、このステータスがあれば、このスキルがあれば、そのボスですよね、まあ今日で言うとホイッスルボイスが出せるかもしれませんねっていう、その土台の部分というか必要なステータスっていう部分に着目してお送りしていきたいと思ってます。全部の発声にこれがたくさん存在します。ミックスボイスを出すためにはいい地声といい裏声とが存在しないといけないとかね。で、ホイッスルにももちろんそういうのは存在して、今日はその中の一つをご紹介します。今日の練習方法ですね。で、結論、今日目指していきたいのは1秒も持たない裏声、これを目指していきたいなと、目指していただきたいなと思ってます。ちょっと極端なんですけど、あえてちょっと今日はこういう表現でいきます。まあいつも僕が言うように、その地声の成分が含まれてる純粋ではない状態の裏声だと、そのまま上がっていったとしてもやっぱ絶対ね、どんなに高くてもこの C とかその周辺で喉詰まってきます。絶対これ以上出ないやんっていうフォームに、なんかあーってなっちゃう。もうこれはもうこれ以上出なそうなフォームじゃないですか。だからこう絶対なっちゃうので、そもそも低い段階からその地声の成分っていうのは抜く必要があるわけですよ。もう一回濁ってしまった水がもう透明には戻らないのと一緒で、低いところから不純なものが入ってた場合、それが上に行くことによって消えるっていうのはないわけです。だから低いところで土台をしっかり作るっていう練習を今日していきます。1秒も持たない裏声を作ることによって、まあ強さ自体もなくなってしまうものの、それと同時にこの声帯周りの力みだとか爪っていうのも取ることができます。それを狙った動作ですね。やり方、発音はまあいろいろあるんですけど、今日やってみてほしいのはは、それから、ふ、ですね。で、やってみてほしいなと思います。ピッチは男性だったら、まあ、G の4とか、まあ、高くても A の4とか、で、女性の場合だったら、B の4、C の5、このあたりをおすすめします。もちろん多少前後してもいいと思うんですけど、上げることにはそんなにこだわらないというか、上げない方がいいです。低いところだったら別にいいと思います。で、子音をしっかりつけてあげてください。歯だったら、歯ってちゃんということ。ふだったら、ふってちゃんということを意識して、1秒以内に息を吐き切るようなイメージで裏声を出してってあげてほしいなと思います。じゃあ、行ってみましょう。じゃあ、まず男性バージョン。こんな感じ。女性バージョン。
行ってみましょうか。男性バージョン。芯しっかりつけていきましょうね。女性だったら。まあ、こんなところでございますかね。よくある NG がこんな感じ。まあ、一番多いのは、でもう詰まっちゃってるっていうね、息全然流せてないっていう、しっかり息が流れてて本当に1秒持たなかったっていうことですね。自分の意思で切り上げてたらやっぱりちょっと違うことになってしまうので、本当に1秒持たなかったっていうのが大事ですね。あとまあ子音がちゃんとついてないとかね、あとそもそもピッチが狙えてない、これは NG ですね。ピッチは狙ったとこはしっかり取っていきたいですっていうのを踏まえてもう一回やってみましょうか。男性バージョン。女性バージョン。さあどうでした？意外と序盤の説明聞いてるだけだとできそうだなって気がしてたかもしれないんですけど、意外とやってみたら難しかったっていう人多くないですか？できました、できなかったですっていう人、ぜひあのコメントで教えてほしいんですけれども、歯ができた人は歯でもやってあげてください。歯でできた人は歯もチャレンジしてください。これ両方できた方がもちろんいいし、まあいろんなバリエーションがあるんですけれども、一旦この両方できた方がいいかなと思います。刺さらない人に関してはその人にはまた別のアプローチが必要っていうだけなので、ここで心、これができなかったからといって心折れないで諦めないでトライし続けてほしいなと思います。で、これがもう完璧にできた場合はそこで初めてピッチを上げていくっていうチャレンジをした方が基本的にはいいですね。とか発音変えていくとかね。もちろんピッチをなんか不完全の状態で上げていくことに意味がないかって言われるとそうじゃないので、そういう練習も大事なので上げていく練習もした方がいいんですけど、で、この完全に詰まってない裏声っていうのができると、はー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 、まあ強い状態で、まあ強い状態で上がれるようになっていくわけですよ。で、このままホイッスルに入っていけるっていうようなイメージです。最後あの F とか出してみたんですけど、そんなに高く聞こえないですよね。高く聞こえない音色っていうのは本人が楽に出してる状態のことなんで、まあそれだけ楽に出てるっていうことになります。まあこんなに純粋な状態で強くできなかったとしても、確実に今回の練習でホイッスルに近づくってことはできるので、何回もお手本繰り返し聞いて練習してみてほしいなと思います。っていう感じで今日の動画良かったよと参考になったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今日の練習難しかったな、できなかったなとかその辺の感想もコメント欄でお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、マホンがお送りいたしました。バイバイ。